お、頼んじゃいましょう。奪しちゃおうかな。ええー、な、奪いつ。奈良にはそんなものはない。え、奈良、ないですか、奈良。ない。奈良駅周辺のみ。出前館もう20軒ぐらいしかない。飽きるやつだ、それ。20軒。そう、すぐ飽きるで。同じやつだ。毎日カレー食ってんもん、俺。20個じゃないじゃん、それ。1つ。1つのもの。いや、ほぼいい。王将かカレーかみたいな。銀の皿もあるけど、ね、別に。あ、銀の皿いいな。銀の皿。しょっちゅうもいらんしな。どうせ頼む俺お昼とかやから、お昼から寿司もいいかな、みたいな。銀の皿、毎日食べたいな。銀の皿、毎日無理やわ、俺。いや、いけますね、毎日。ほんまに。俺、寿司、タコとエビしか食べれないんですよ。え、逆にどうして？だからなんか、俺、サーモンとマグロとか、そういう、うん、なんか、同じ味に感じるんですよね。うん、まあ、ちゃうけどな。違うっすよ、だいぶ。ちゃうしな。違うっすよ、多分。え、ガチで違うっすか？これ、めっちゃ違うっすか？これ、やばいね。味覚が半分ないな、多分。半分ないな、これ。半分ないな、多分。え、食べればするの？食べればするっす、全然。食べればするけど、そんなに食べたくはない。タコとエビだけ、なんか他と違うな、味みたいな感じ。青魚と白魚でも全然ちゃうよね。全然違うんですよ。結構ちゃうで。焼いたらわかる？焼いたらわかるっす。焼いたらわかるか。焼いたらわかるっす。まぁ、あ、ちょっと。醤油のつけすぎとかじゃなくて、醤油の味しかしてないとか。いや、違う、普通に、もう。普通にあの醤油つけずに食べてもマジで味一緒に感じるっす。まあ似てる味のネタはあるっちゃあるけど、さすがにサーモンとマグロは違うわ。サーモンとマグロはちゃうんですね。